世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。加藤ゆかりが見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシス。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイシス in the case of ゆかり加藤。アパレル業界の仕事を始めた時に、まあ、こんなにも服が捨てられているんだっていうことをやっぱり知るきっかけになって、まあ、これってもうちょっとうまく売れば適正な価値で届けることができるんじゃないかな。イメージが重要なファッションブランド、シーズン内の売れ残りも安売りはできず、新品のまま廃棄するしかない、いわゆる衣料廃棄ロスが社会問題となっている。対策として加藤が打ち出したのは、服の売り方の概念を変えるものだ。ブランドから買い取った新品の在庫のタグを外し、リネームという新しいタグに付け替えて改めて売るのだ。タグを切って再販をするっていうのはこれまでも行われていたことなんですけれども、それだとやっぱり訳あり商品として商品の価値が落ちてしまう、いわゆる使い捨ての服みたいな取り扱いになってしまうと思うんですけれども、そうではなくて、その商品をよりポジティブに販売をできるような取り組みとして考えています。これまで30のブランドが参加、価格は正規の3割から8割引きと割安だ。ブランドさんだとワンシーズンしか販売をすることができないと思うんですけれども、私たちは2年3年かけて販売をすることができますし、その間に価格を自由にコントロールすることができるので、商品はネット通販やポップアップストアを通し、2年でほぼ全ての在庫を売り切っているという。新しいこと、変わらないセオリー。アパレルは製品になる前の生地の余剰在庫も大きな課題。余った生地を活用したオリジナルの服作りにも塗り出している。フレッシュフェイシス、その先は新しい服の選び方っていうのがこの先広がっていけばいいかなと。ブランド名とかその価格とか、そうではなくてその企業の取り組みっていうことを知った上で、自分の選択そのものがその社会の貢献の一つになるっていうような選び方ができるようになればいいなと思っています。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りしました。